対一の加護、今から龍脈の探査を開始する。当主、恐れ入りますが、この龍脈は全く資料が、ご自身が危険を冒さずとも、このような場所は他の者に任せては。若い自分にいくつの龍脈を越えてきたと、お主らだけ危険な目に遭う。当主、すでに一族のためにもう良いではありませんか。若き日を一緒に過ごしただけの一人のために、なぜそこまでに。申し訳ございません。聞きなさい。今この時をもって私はただの李博だと。ここはあの時一緒に歩くのが叶わなかった道。伝説によれば、まず太陽神が生まれた。その炎は岩壁を覆いとどまり、やがて龍脈と呼ばれた。龍脈の力は衰えを知らず、古代文明万道を生み出した。古代万道の男、苦労と共に生き、最愛の人と出会うことが叶わなかった。万道文明は流星を誇るが、原因不明の滅亡を迎えた。多数の瓦礫と壮大で神秘的な青いエネルギー、龍脈を残して。ヘイダ、ようやく戻ってきたよ。本当は龍脈の狂乱から逃れたいものだ。君のもとに帰ってきたよ。また歌声を聞かせておくれ。偉大な龍脈探査者になり、英会飛び家に栄光をもたらしなさい。今はの際に、母上が残したこの言葉を今でも思い出す。今から100年の昔、遠い彼方の太陽系三海、偶然発掘された龍脈の遺跡に、辺境の地だった三海は、各地からの龍脈奪還の20年間は争いが絶えず、人々はこれを最終的に大型財団である惑星工業連合が勝者とな。しかし、高連の勝利も平和にはつながらない。
龍脈の巨大な争いは民間に飛び火し、依然として龍脈をめぐる、ついには無法者たちが組織化を始め、あちらこちらで盗掘が起こった。大戦の炎は鎮火するばかりか、小惑星には無法者たちが増え続けていた。豪を煮やした高連は今までの高圧的な管理をやめ、龍脈、この知らせは一瞬で三階に広まり、無法、身分職業問わず一つの目的のため、外は龍脈を自分のものとし、一攫千金、もちろん国に帰れず放浪していた私も、あれは66年前。お坊ちゃんには無理ですよ。探査は遊びじゃない。やってみなきゃわからないさ。さあ、情報は？もう全部お売りしましたよ。あれが？あのピンボケした写真一枚と大まかすぎる方向？あんなのでどこが龍脈かなんて誰がわかる？おやおや、ミコがいないんで。ミコ？お客様、英会人でしょ？鉛でわかりますって？まさかミコすら知ら。つべこべ言わず、お金を払った以上義務を果たせ。若、まずは落ち着いて。この手。やだ。龍脈を見つけ儲けたい。でも、ミコ、お坊ちゃん。もう一回言いましょう。龍脈。うわあ！話して！貴様が何を言おうが自由だが、バカを侮辱するようなことは許せん。カイト、やめなよ。口を慎め。我々英会人は、巫女などには頼らんのだ。巫女には頼らん？え？わか。兄さん、はあ、よりによって三階の鉱山採掘に乗り出して高連に尻尾を巻いて逃げ帰った。それでまた三、巫女がいなくても自分で考えたらいいしょ。若、どうしましょうか。まずは下ろしてあげ。マンドウは無情。その話、私にいただけませんか？おやまあ、どこぞの美人さんで？おい、何なんだよ！暴力的な英会人より、私たちにその情報を売った方がいいですよ。私たちの船体の巫女は、龍脈探しのエキスパートですから。素晴らしい。やっとまともなお客様。ピチピチの探査者様には600クレジットでご提供。取引成立ね。おい、聞けって。はい、これ振込先と ID ね。3標準時以内にお願いしますよ。エイダって名前の振込があったら、それが私ですから。龍脈は風水の導きとともに。んじゃ、巫女さんによろしくね。おい、ちょっと待って。待てってば。そいつに騙されてるかも。近寄らないで。もう取引は終わったでしょ。お姉様に何する気？ガキがうろちょろと。カイト、子供だぞ。あのネズミ消えましたな。そっちの商談も終わったでしょ。
ラミア危険よ。すぐ手が出る人たちだから。お金を払わない方がいい。その情報に価値なんてないから。詐欺師は大体自分も被害者だって言うの。ラミア、ちょっとやめなさい。三階人をいじめるような奴らに遠慮はいらないでしょう。ごめんなさいね。きっとあなたの言ってることは本当だと思う。もちろんさ。この写真見てよ。でも暴力で解決する人は嫌い。二項無償、開口無中。ではまた。ちょっと小づいた程度で簡単に道を開けましたね。危うく殺しかけてたじゃないか。行こう。まずは観察から。止まって。奥だ、急げ。獲物は女だってさ。ごめん。焦らずに。どうやらこの門で間違いなさそうですな。この門の中に入るためには流脈をここまでかい。こちらへ。何？足場に登るときはできるだけし。行動は素早く。これ、当然です。対一の加護。私から。ごめん。ここにも門がある。むやみに触らないでください。大丈夫さ、考えすぎだよ。行きましょう。
行けるのはここまでですな。あそこは誰も警備していないように見えます。私はここで警戒しています。カイト、上に行けるみたいだ。素晴らしい。ここは違法改造船のばかりだ。船を開館して。おそらく大体。どうなさいましたか。はい、海賊長。何アニシャ。巫女の留名をお持ちですか。もちろん、もちろん。かなでなせましょう。今までの訓練は。どうして反応しました。音源ゲームから破損しているからです。カイト、意地が怒らずに教え忘れていたことでございます。マリオよご覧なさい。3回核有利装置流明メールです。探査時期には音源が破損していたり手持ちに利益を基本しかしか。行き止まりか。湯気は常に。